常盤貴子さんとか、藤田智子さんとか結構有名な人たちが僕の作品気に入って出てくださってるんですけど、そういう時でもそれで脳梗塞になってすぐ言葉が出てこないので、っていう感じになるんですけれども、でそういうふうな、劇映画を撮っていく上でやっぱり少しでも戻したい、いいものを作りたい、時間かけてやりたいというので、もう自分のギャラ休みでもう7人分働いてたらとうとう体が壊れてしまって、でもう目も見えない。だから大島渚監督、大先輩の大好きな監督同じなんです。で大島監督は、脳梗塞によって、車椅子になり、であのね、もう朝までなんかテレビでもすごい喋っててもう論説してましたよね。もうあなたは正しいっていうぐらいも言ってて、誰がもう反論できないのが、あの方がテレビ出てもう本当に悲しくそうに話してみて、もう大好きな監督だったんで、うわ大変だなっていうのと同じ症状。